選手が多い。わかる。この辺で。キャッチボールってやっぱ守備のためでもあるよね。足が止まるとやっぱ下手になる。少し動いてあげれば正確に取れるし、いろんないいことがたくさんある。みんなこう足を意識した方がいい。